ばあさん、あなたのまっすぐな瞳は私の心を射抜いてやみません。おおほほほほ、ご冗談ばっかり、ゴーシュさん。薬3つで全部で1000ゴールドになります。たった1000ゴールドですか。私にとってははした金だ。あなたのその素敵な笑顔のためには何億ゴールド払っても惜しくはない。あらあら、どうしましょう。でもこんな素敵な方に言ってもらえるとお世辞でも嬉しいわ。では確かに1000ゴールドいただきました。ありがとうございました。は何か。いや、また来る。なんだ、いたのか。貴様のようなやつがファーさんの店に来るんじゃない。店が汚れるではないか。いや、そんなつもりでは。失礼する。喋るときは心にもないことを喋らなあかんやろ。そんなときはなんでか標準語になるんや。まあね、あんたは嫌いな前にあんまり悲惨やからな。かわいそうやん。ブサイクやし、チビやし、貧乏が染みついてるし、親父はどっかでのたれ死んじゃ。何よ、生意気やわ。はは、私に口出しするなんて100万年早いわ。まだ言いたいことあんの。これが図書館か。しかし、知性と教養も十分な私にとっては不必要といったところかな。なんだ、いたのか、存在感のないやつめ。私は全世界の女性の味方だが、美しいという言葉が似合う女性だけしか私の慈愛を受けることはできないのだ。どけ。メガネ、メガネ。ございます。大丈夫です。ああいう人大嫌いです。今度会ったら靴に画鋲を入れてやろうかしら。カバンを隠すのもいいですね。それよりも寿司50人前の出前を押し付けようかしら。ブツ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 。あ、すみません、つい夢中になってしまって。私ったらすごく怖いこと言ってませんでした？
様は家ではあなたのことばかり話すの。だからあなたのこといろいろ知っていますわ。あなた、脳の重さがカエルと同じらしいですね。あなたって謎が多いわ。あなたって謎が多いわ。あら、たらこ唇。兄様は家ではあなたのことばかり話すの。だからあなたのこといろいろ知っていますわ。あなた、脳の重さがカエルと同じらしいですね。あなたって謎が多いわ。あなたって謎が多い。よう、セルフィーは元気か？別に。私もね、さっきまでゴーシュと一緒だったんだ。私、忙しいから。用がないなら帰ってくれよな。私、忙しいから。用がないなら帰ってくれよな。よう、セルフィー。そう、私もね、さっきまでゴーシュと一緒だったんだ。私、忙しいから。用がないなら帰ってくれよな。私、忙しいから。どうぞ。脳に行く前と比べるとなんだかたくましいって感じになってきたね。外見はあまり変わらないけど、今日もいっぱい食べてってね。はい、光るエビフライですね。少々お待ちください。エビフライは私の得意料理なんだよ。タコのウィンナーおまけしといたよ。私、あなたの食事する姿好きなんだ。お会計150ゴールドです。ありがとうございました。ありがとう、いつも来てくれて。私ね、一日のうちであなたと会ってる時が一番楽しいの。そしてね、あなたが来てくれるたびに元気になるの。ちょっと疲れたみたい。またね。
たさ、途中で間違えたでしょ。しっかりしてよね。あんたのせいで私たちまで下手に思われちゃたまんないよね。ちょっと、どいてくださらない？あら、見てくれた？私のステージ。ありがとう。今はまだ下手だけど、次はもっと素敵なステージを見せるわ。なんだい？